151ヤードなんだけど、ピンが手前、うん、バンカー上、難しいところですね。あのバンカーに入れたくないし、奥からは実質132です。ピン手前なんで。ということで、49度。ちょっとやっぱ標高高いから、飛ぶんで。あのバンカー越すのは多分125あれば、超えると思うんで。うん、高いね。高い。うわ、うん、オッケー、ぴったりですね。ありがとうございます。プロちなみに、はい、今ショートホールでティーアップしてないじゃないですか。はいはいはい、まあこれ多分ロングアイアンとかミドルアイアンだったらすると思うんですけど、はい、このショートアイアンでティーアップするケースとしないケースっていうのは多少あります？僕の場合ですか。このロケーションもあるかもしれないですけど、はいはいはい、でもライですよね。ライですか。僕の場合は、はい、ふかふかしてるんで、もいつもと同じ状況で打ってた方が、うん、その距離感が合いやすい。なるほど。うん、ティーアップしちゃうと、うん、やっぱり多少誤差が出るじゃないですか、はいはいはい、高くなったり低くなったり、はいはいはい、それが嫌なんで打点狂っちゃうじゃないですか。ね、そうですね。例えばこれアマチュアの場合なんかはこのバンカー越え、はい、まあ、はい、ティーグラウンドがちょっと変わっちゃう可能性ありますけど、はい、このバンカー越えのケースなんかはやはりちょっとティーアップしてあげた方が球上がりやすいですよね。でも球が上がりやすいってことは、はい、逆にアッパーに振るってことなんで、な球が捕まりやすいんですよ、はい、それも考えて打たれた方がいいです。ティーアップをちょっと高くするイコールアッパーに入るんで、どうしてもボールって左に行きやすいんですよ。しかも短いクラブじゃないですか、今日だと、はい、なんでそれを考えてやや右向いた方が、はい、だからドライバーとかもそうなんですよ。ティーアップしてるじゃないですか、はい、本当はちょっとアッパーに入ってきた方が、うん、球が捕まって、うん、はい、ドロー回転で飛んでいく、はい、うん、なんでドライバーとか、まあ、昔そうなんですけどタイガーがわざとこう、まあ、クローズにして球、ね、を左に出していくみたいな、まあ、自然とトラックマンがない時代ですからね、はい、それをもう勝手にやってたみたいな、はい、だから自分の感覚でそこまでやっぱりできてた、うん、うん、強かったですね。だからやはりこう打てるショートアイアンなんかに関してはそんなにティーアップに頼らず、うん、普通にこう、まあ、レベルブローというかあんまりこう球を上げようっていう意識よりかはロフトで球を上げていった方が、まあ僕の場合ですね、スイングが狂いづらいってことですよね。変わらないし、はい、その距離も、うん、自分の狙ったところに持っていきやすいかなっていう、うん、はい、やっぱたまにティーアップするとやっぱりこう捕まって左に行くことでよくあるんですよ。和田さんそれを嫌がって逃がしてシャンクっていうのが よくショートアイアンのショートホールの時ありますからね。アマチュアの方特にこれ多いんですよね、はい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 、ティーアップしてこう捕まるのを嫌がってとかワンクラブ大きめに持って、うん、ティーアップって飛ぶイメージがあるんで緩めてシャンクっていう方結構多いんでね、うん、じゃあそこら辺はちょっとしっかり振るっていうことの方が、そうですね、ティーアップした分、はい、アッパーに振れるんで、うん、はい、球も飛びやすいですよ、はい、打ち込まなくていいんで、うん、うん、だからちょっと右を向いて捕まるんだぞって思って打ってれば、なるほど、優しいですよ。あ、そうですね、なるほど。特にね、こういうピンポジ右ピンだったらいいんですけど、捕まって ね、はい、センター来るじゃないですか。そうですね、はい、でこういう左ピンってどうしても左に、はい、外れるケースが多分多いと思うんですよ。だからそういう時にちょっとまあややセンター目でいいかって引っかかっても乗ってるかっていう、そういうマネージメントですね、はいはいはい、じゃあそれを踏まえて、はい、打っていただきましょう、はいはいはい、よろしくお願いします。じゃあ畑さんお願いしますパーの和田さんどうぞ。怖いな。こんなもんでいいかな。そうですね、それで通常より少しやっぱりね、こうやって下見えてるじゃないですか、はい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 、うん、高いんで、はい、まあこれぐらいでいいと思います、はい、でちょっと、まあ、右のバンカー右サイドぐらいでいいっていう感じで、はいはい、だからこういうまたロケーションじゃないですか、はい、アップ上り、はい、上りってことは自分がこう構えちゃうじゃないですか、うん、はいはい、でもここは平ら、はい、そこが難しいところなんですよ、うん、で全体的にこう左足上がりならそれでいいんですよ、うん、はい、でもこういう上りっていう時にここは平らなのに自分がこうやっちゃうんで、はいはいはい、目線が高くなるからダフっちゃうし、はい、だからここはもう練習場だと思う、はいはい、練習場、はい、でもだから打ち上げるとかはないんですよ、特に、はい、もうティーアップちょっと高くなってるんで、はい、それだけで十分です、はい、このロフトを信じて、そうですそうです、よし
うん、おーいいっすよ。ゴーいけいけゴーやーちょっと噛んだ分嬉しかったな。でもいつもよりこうすくってるイメージはないですね。はい、はいはい、今プロがおっしゃってたような、はい、もう全然高さとかはあんまり気にせず、はい、そういう意識で打った方が、はい、でもあれだけ十分にちょっと噛んでても十分球上がってますからね。はいはい、今のスイングはやっぱ次につながります。ちょうどやっぱりこう右狙っていったのに、うん、あの少し捕まってちょうどピンの方向に、はい、もうおっしゃった通り、はい、バンカー最近ちょっと上手くなってきたんで見といてください。お、うまい。おお、いい感じで打ちましたね。乗った。おお、うん、ナイスです。やりました。やはり忠実に谷原プロのこと聞いておけばあの球が出るんですね。え、和田さん、普段のハトさん戻ってきました。はい、やりました。ゴルフもお口もゴルフもお口もOK です。ナイス。いい。距離はエッジから7ヤード6ヤードぐらいですね。はい、そうですね。あ、これちゃんと危ない。ちょっとハトさん失礼なこと言わんといてください。シャンクとか。あ、どんまいどんまい。あの何ヤード打つつもりですか。呼びよ。今100ヤードぐらい振ってるっすよ今のは。もう一丁行きましょう。もう一丁。なんか恐ろしい人でもいたっすか今。ハトさんがいらんこと言うから。おお、オッケーオッケー、惜しい。いいですね。うん、ナイスアウト。今の感じでファーストショット打てばよかったんですか。はい、一瞬ちょっとねトップでねクラブが緩んじゃったんですよ。ああ、でも本来はバンカーってすごい力いらないですよ。いらないですか。いらないです。ちょっと一回打ってみましょうか。見たい見たい見たい。もうなんかできるだけ手前に思いっきりなんか入れていくみたいな感じでしか。こんなもん。これって、まあでもこれもトラブルショットじゃないですか、はい、なんでトラブルショットだけ、ロブショットとかトラブルショットだけコックを使うんですか。はい、でこれってやっぱり球上げたい時ってハンドファーストを当てていかないですよ、はいはいはい、普段のショットと違って、はい、逆にハンドレートで打つようなイメージです。うぅ、力いらないですよ。全然スポンっていうような。だからさっきのだともう、はいはいはい、ガーツだね。どれだけ振るのみたいな。なるほど。砂をなんかもうすくってるみたいな。そうそう、もうそこにポンって入れちゃえば。そう、もう一球いきますか。コック使って、ちょっとコック使ってあげて、ヘッドをそこに戻すだけです。ライがちょっと悪い。コック使ってヘッドをそこにポンって、ヘッドだけを落としてやるイメージですね。そう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 。ナイス。簡単。簡単。簡単です。あ、そう。うまかった今。そんな振りでいいわけですよ。はいはいはい。今までやってたの何だったんですか。何だったんですかね。あ、そうやって教わった。いやでもなんか調子いいって言ってましたから。本当。だから俺の力ではない感じで。いやすごいねこのワンポイントアドバイス。いやすごいっすよ。すげえなやっぱ。一回で。やりすぎちゃってるね。だってまだ一回であのボールよ。そうっすよ。やや登り。良いか。打ち方は、はい、打ち方はいいですね。ちょっと幅が足んなかったので、はい、フラインとそうですね、はい、ややフック、はい、うわー切れた。でも結構切れますよ思ったより。切れましたね、完璧でしたね、はい、やっぱパターでも芯食ったらああいう音するんですね。パチンとパチンと。それもあればややフックじゃないですかね。あ、ちょっとプッシュしたっすね、うん、ちょっと出しちゃいましたね。ちょっと朝飯食べて食べ過ぎてたもん。危険です。これカップ1個だと思うんですけど、うん、
さっきの僕の切れ方見るともうちょっといくかなっていう感じですけど、ね、なりますね。そうしますか。僕だったら、はい、ここです。今直したところのこの左を通す、はい、通すイメージですか。うまい。ああ、切れないか。惜しい。難しいですね。ナイスライ。はい、ありがとうございます。OK、ナイスパー。はい、ありがとうございます。ハサン、今日初パーですか。初パーです。ナイスパー。サンキュー。